木の使われ方の楽しさであったり、その森に入ることの楽しさを自分たち自身が感じ取ってもらえればすごくいいなと思うので、自分たちがこの山を手入れしたら気持ちいいぞって、すっきりしたぞとかいう気持ちだったり、それを使って自分たちでこんなものが作れちゃうんだっていう、なんか喜びとかをぜひ持って帰ってほしいなと思います。この山の中で子供たちには自然で遊んでほしいってことだよね。でずっと長くすれば両サイドな縦はこういうやつ使えばいいんじゃない。子供の発想って僕らの発想ものすごく超えてくるので、自分たちがいろんな発想ができる材料が森にはあるっていうことがまあポイントかなと思いますよね。授業の表情とはまた違う生き生きとした表情が見られて、自分たちでどんどんアイデアが生まれてくるんだなっていうのが、私たち1グループは笑顔の隠れ家を作りました。工夫したところは屋根を隙間なく作ったところと小動物用のブランコを作ったところです。最初子どもたちがみんなどんな形にするっていうのから始まって、三角形の屋根にしようとか、なんか動物よけで自分たちの基地だって分かるような看板を作ろうとか、なんかアイデアがどんどん出てきて、前のジャングルハウスを作りました。